初の可変機で出来上がったのがこいつってどういうこと？に対するみんなの反応集。ではどうぞ。連合、初めての可変機どうしよう。連合、てや。モビルアーマー形態で手足が4本の爪になってお腹からゴンブとビーム撃てるようにしたろ。あ、これで敵を掴んでビーム接射したらおもろくね。で、俺が生まれたってわけ。そうはならんやろ。なっとるやろがい。でもなんでこうなったんだろうね本当。初の可変機でこれが出来上がるのいろいろとおかしい。このままだと変形する意味薄くね。じゃあ変形しないとビーム撃てないようにしてさ。普段は発射口コックピットの真後ろにしとこうぜ。できた。うおーかっこいい。連合頭おかしいんか？あの変形初めて見たときはおったまげたわ。フェイスハガーじゃん。変形が変態すぎるとよく言われるがこんなもん作ったやつが真の変態だと思うんよ。あとこんなもん使いこなすやつも間違いなく変態。前知識なしでイージスとカオスの変形前と変形を並べてどっちが後に開発された機体でしょうかと聞かれたらほとんどの人間がイージスって答えるだろうな。俺も前知識なしでその2機見せられたら間違いなくイージスって答えるわ。初の可変機でお出しされるのがあれって誰が想像できるんだよ。可変機一発目でこれが出てくるのすげえよな。試作機とはいえなんであんな変な変形機構なんだろうな。普通はレーダーみたいなタイプから入るだろ。でもイージスの変形って案外メビウス系に似たパーツ配置のモビルアーマーになるからそこまで変態じゃない変形って聞いた時は目から鱗だった。確かにほとんど手足の生えたメビウスだから連合がモビルアーマーになれるモビルスーツ作ろうって思ったらこうなるのは案外理にかなってると言えるのかもしれない。だとしてもあの変形思いつくのは変態だろ。どのみちコックピットの真後ろにスキュラつけようぜは強靭の発想。まあ一振りの腹ビームもあるしあの世界はそんなもんなんだろう。人に勝てる機体を作ればいいのであって見た目通りに人型兵器作る必要はないですよね。みたいなこと言う跳ねっ返りが開発部にいたんじゃないかな。まあ、人にベコベコにやられたからとりあえず作ってみた。だからな、思えばモビルアーマーもいきなり頑張れる月のやつをお出ししてくるような開発部だった。強いぜこれ。でも一部の才能持ちしか使えませんよ。連合内引っかき集めても一部隊くらいしか。だから最初からおかしめではあった。まあ試作機なのでとりあえずできる範囲で試してみたらこの変形が300系の実機1号になったってだけ。デュエルがスタンダードな普通なガンダムすぎたから後続の機体が尖ったってとこもあるんだろうな。しかもフレームの有用が効かないから他の4機よりも開発費がかさむ。整備性最悪の設定だから量産大好きの連合ですら唯一あの5機の中でダガーを諦めた悲しさ。もし残されたのがストライクじゃなくてこれだったら連合量産ダガー系列はみんな変形持ちだったと考えると胸が熱くなるな。量産するってなったら変形オミットされるんじゃないかな。こんなもん量産したら整備兵が反乱起こすわ。整備班過労死不可避。アスランがイージス持ち帰ってきた時のザクト整備士頭抱えてそう。ザクト整備兵って何これは。仮にあの動きがザクトに奪われなかったとしてイージス乗りこなせるパイロット連合にいたかな。ただでさえ歩くのがやっとレベルの連合 OS の時代にこんな可変機を作っちゃうのがすごいよね。こんな意味不明な変形機構を作って何をするつもりだったんだ。発想が逆なんじゃないかな。強力な砲を撃てるモビルアーマーがモビルスーツに変形して格闘もクソ強い。を目指したとか。ザクトの真似してモビルスーツ開発することになったけど運用方法に心配があるから使い慣れてるモビルアーマーに変形できるようにしたので汎用重戦闘機としての用途だと思う。パイロット募るならモビルアーマー乗りから募ることになるだろうからモビルアーマー形態もあった方が使いやすいだろうってことだろう。多分開発側も戦闘中にあんなグイングイン変形させるのは想定してなかったんじゃないかな。これをまともにクソ強く扱えるのアスランくらいだよ。
組みついてスキュラ接射って指揮官機にやらせることちゃうやろ。本来は普通に撃つもんだよあれ。よりにもよって地上でジャンプ、変形、スキュラをやってのけるアスランは真面目にイージスにとって最高のパイロットだったと思う。あいつはシファーベルに疑問とか抱かなかったんだろうか。アスランは多分、なんだこの武器と思っても、それを外には出さずに使いこなしてみせるタイプだから。実はアシサーベルって取り出す手間いらないし、サーベル落とす心配もないし、腕振った後のタイムで足で攻撃できるとメリットしかないしな。操縦できるかどうかは別として、腕に固定されたサーベルも同じく抜く動作必要ないし、落とすこともないから、普通にありなのではと思う。サーベルぶん投げるとかの変態的な使い方でもしない限りは、内臓型でも問題はないしな。まあ変形する都合上、外付けのサーベルだと邪魔になるかもしれんしな。こういう回帰変形はモビルスーツ形態が危険になるものだけど、イージスは普通にスタイリッシュなのがすごい。イージスはこんなに変形機構頑張ったのに、レーダーには全く受け継がれなかった。後々の機体がシンプルな変形になったのは、開発側も頑張って作ったけど、ここまでやる必要ないなってなったんだろうか。変形のノウハウ自体なかったから、とりあえずモビルスーツ以外の形状にどこまで持っていけるか試したと考えられる。かなり自由度高いけど、そこからいろんなもの落としてレーダーに活かされたみたいな。最初だから現時点での技術限界までやって、その後現実的なラインを模索する形だな。結果完成したのがこの正式レーダー。最初は奇抜な機構をお出しして、予算や量産やらの問題クリアした。後継機や正式量産機は堅実にっていうのは、現実の兵器開発史でも稀によくある。イージスで遊んだから、レーダーが堅実に作れたんだぞ。レーダーはマジで簡易変形、これでいいやしてて偉い。いや、レーダーも変形すると、肩から機関砲生えてたりして、なかなかの変態だと思う。モビルアーマーに変形できるモビルスーツとしてイージス作ったけど、結局モビルアーマーでいいやって、ザムザザーとか作る連合の合理性好き。まあこの能力で劣るけど、数では圧倒的に勝る。ナチュラルがわざわざコーディネーターと同じ土台に立って一気に一人乗せるとか、縛りプレイ以外の何者でもないからね。3人乗りのザムザザー1機でザクトの最新鋭戦艦を封殺したり、スーパーエースともそこそこやり合えるなら、わざわざカトンボ使う理由が皆無だし。立体部使わないとどう変形してるのかわからないガンダム、実際変形させてみると思ってたよりシンプルでびっくりする。もっと複雑な変形してると思ってたら案外シンプルだった。四肢共通衣装してるのが綺麗で好きになった。シールドや背負い物じゃなくて手足を機種にするって発想は好き。アナザーからの寝そべり変形文化を覆したのは良かった。かっこいいかは別として、ライフリーモジェはイージスを見習ってくれ。時代を経るごとに変形単純になって、最終的に寝そべり変形に行き着くという。どういう発想なんだっていう変形だけど、見れば見るほど合理的に感じるから困る。投影面積減らして突撃する形態と捕獲して確実に撃破する形態が両立してるっていう。可変機能もな、活用法が砲台と捕獲と自爆なの意味がわからないというか、モビルスーツ形態でスキュラ隠す意味ある？から見てを見るに必要あって隠してるわけでもないというか。なのでレーダーは口につけた。後継機のロッソイージスはモビルアーマー形態に変形しなくてもスキュラ撃てるように改良されてたな。まあ変形しないとスキュラ撃てないのはどう考えても欠陥だからな。アスランはスキュラ撃つためだけに変形したりとかしてたし、というか変形してたの大体スキュラ撃つためだったような。アスランが変態だったから使いこなせただけで、イージスってほぼ宇宙専用機体だよね。変形しても飛べないんだし、指揮官機のくせになんで特艦形態なんて持ってるんだこいつ。作ったはいいけど、開発者はまともな運用は想定してないと思う。突撃機能持ってるのに後方推奨の指揮官機なのもそういうことなのでは。
いろいろ盛り込んだ結果、一番短期での性能が高くなったから、とりあえず指揮官気にしとけってことだと思う。でも高速巡航携帯で先行してセンサーで情報ゲットしてトンズラして、あとは後方からスキュラで火力支援ってのは割とありでは。元ネタはターン A の時のボツラフなんだっけ。これが変形機構のベースになったやつ。モビルスーツかと聞かれたらうんだけど、すごく理にかなったデザインなんじゃないかというのが感じられる。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。